これは酒屋さんか。これで呪文カイトかな、なんていうことだっけ、お守りっぽい読み方だと呪文カイトだよな。ちょっとこれで興奮かけるってやったらあれですけど、ああ多分カイトだと思うけどね。北西ちょっとにありますね、三重だと。北西町、北海と南海とだったっけ。はあ。これ、初夏ほ、すごい、昔ながら。あ、ここは公民館なんだ。蔵とか。なんか、すごく、結構歴史ある人だな。おお。あとね、地味にね、このルート、いいことが、ありましてですね。奥から手前にずっとね、名古屋から見たら奥から手前に行ってるじゃないですか。これね、ずーっと緩やかな下り勾配ですね。歩きやすい。川も流れてるのか。いや、しかし自分に興味あるね。電車だとね、ものの5分もかからずに行く距離なんですけど、やっぱ電車って速いですね。特に JR は一駅間歩くとどっしり来ますね。私鉄だとね、結構駅間短いことが多いですけど、もう私鉄だったら普通に駅間さんもとっくに終わってますよね、これぐらいの距離歩いてたら。ここすごい橋はめっちゃ細いんや。でも国か国道に繋がってんだ。なるほどね。こっちから行ったらまたぐけどいいのかな。橋渡っとこうか。ああ。月川ですね。ちょっとなんかいっぱいですよ。はあ、あ、それはこれでも国道ではないのか。交通量多そうだけど、あれ歩道なさそうか。なんかそこから歩道なくなってそうだね。よし、脇道で行きますよ。お、よし。
あ、もう位置的に合ってそうですね。水波、水波町、あ、東京円前、あ、これの建物かな、施設かな。水波東京園、名前的にあれかな、シルバーケアセンターみたいなところかな。どう、すごいね。なんか温泉のマークになってる。まさかこれ白亀温泉ってことじゃないよね。さすがに違うかな。でもなんで温泉のマークがあるんだろう。昔旅館だったところかな。確かに一般民間にしてはちょっとあれですけど。あ、日帰り温泉日向。あ、これが白狐温泉。あ、なってるね。あ、これ、本当に？あ、でもた、あ、そうか、これ全部つながって一つの建物なのか。え、どっから来るんだこれ。今一瞬看板はありましたけどね、あそこじゃなくどこにあるってことなのかな。この辺りもなんか、そこが公園になってんのかな。そうですね、なんか東照園さんの一連の施設みたいになってますもんね。紅葉はまだか。あ、ちょっと色づき始めてはいるけど、まあこんだけ暖かいとまだ咲かないですよね。お、してきますね。ん？上、上下に道があるの。あれかな、もうちょっと先にあるのあれかな。あれは確かにそれっぽい建物だな。